宮本武蔵の生涯を通じて最大の決闘ともいえよう宿命の敵佐々木小次郎との対決、それは巌流島の決闘である。栄達も恋も勇懇な武蔵の剣の前には虚しく消え去っていく。しかし誰か知る武蔵の心を、ここに宮本武蔵完結編決闘巌流島を送る。出演者は佐々木小次郎に鶴田浩二、お通に八千草香る、明美に岡田真理子、おみつに佐賀道子、それを助けて志村隆、佐々木孝丸、高堂国天、田中春夫、加藤大輔、千秋実、そして苦悩する県政宮本武蔵に三船敏郎。さあそれを持ち、あの人が欲しかったら自分の身を守るんだ。そんな恐ろしいこと。行くよ。宝天河原の草原に展開する信氏の襲撃、渦巻く炎の中に迎える武蔵、強烈な迫力は全編を包み、ロマンの原は絢爛と咲き誇る。武蔵様、刀を捨ててください。明日の試合もやめて。卑怯者と人から言われても、私は二人だけの幸せが欲しい。お父さん、今となってはそれもできない。嫌です。私はもう離れたくありません。嫌です。なぜそんなわからぬことを言うのだ。おつは女です。あなたがただの男でないと私は恨めしい。吉川英治の原作を得て、撮影山田和夫、美術伊藤喜作、照明西川鶴蔵、録音宮崎正信、音楽段育間の協力スタッフのもとに、巨匠稲垣博が会長に描く蒼天年少。小次郎の運が開ければ細川家などに縁はなくなる。万一滅亡の場合はこの世の中から姿を消す。いずれにしてもそなたの心の中に俺という人間が終生忘れられぬように。暁の巌流島に対決する武蔵と小次郎、ギラギラと輝く波彩に死の決闘が続いて。